皆さんこんにちは思い通りに生きられてますか渋谷天です今日は中国でのビジネスについてお話ししたいと思います、えー、私は中国でビジネスもやっていました、えー、具体的にはですね2012年から2017年まで234567まあ5年半まあ6年くらいですかねあの会社をやっておりました で身分は総経理といって総経理というのはまあ総合の層に経理と書きますけれども中国では日本では経理というとあのア,カウンアカウンティング、えー、要するに財務とか、えー、経理事務みたいなイメージがありますけれども中国では総経理というのは人理といってもともと経理というのはマネージャーという意味です。で総経理というのは総マネージャーつまり社長のことです。 でドン・シージャンと言って、まあ、これがあのいわゆる CEO ですねドン・シージャンという人があの中国人での友人と会社をやってたんですけれどもそういう身分でやっておりました、まあ、日本人で海外で会社をやられてる方も少なくないとは思いますが中国の場合は特に本土の場合はですね えー、そんなに簡単で,はないです、ねあのー、まあいろんな簡単ではないの意味はあると思いますが、えー、社会的に大変だっていうこともあると思いますがまず登録とか登記とか、えー、そういう書面のおお手続きですかね。 これらのプロセスがやっぱりちょっと複雑で大変だと思いますハードルが高いと思いますで私も、えー、会社をやりたかったわけではないのでまあなりゆきと言ってしまえばそれまでですがご縁があったっていうことで、えー、まあそうなったっていう話でまあ自分もそういうビジネスというか特にあの全然、えー、まあ私はあの俳優を20年以上やってましたけれども当時。でも 全く違う業界のサービスをするために業務をやるために会社をやろうと思ったわけではなくてむしろその、えー、派生的な意味でもう少し自分の活動の場をフィールドを広げるっていう意味でできたらいいなと。 思って始めたんですね、まあ、そういう縁があったっていうのが一番大きな理由なんですけれども制作、まあの方ですねコーディネートであるとかやっぱり自分が日本人つまり外国人で外国にいるわけなんでそういうアイデンティティを生かすっていうのが一番最初の、まあ、セールスポイントですね。これを使わないでそのローカルの 行ったところで現地で現地の人と同じようなアイデンティティというか立場で同じ土俵で勝負するっていうのはこれまた大変ですよ。他の海外でやられてる方もいらっしゃると思いますが現地の言葉を使って一から勉強したものを身につけて現地の人と同じ業務を現地の人と同じように競争して戦い抜いてビジネスを成立させていくとこれは死なんです。 ほとんどの日本人は海外で、えーまあ、フリーランスでも会社でもやはり自分のアイデンティティバックグラウンドっていうものを、えー、セールスポイントにしてるはずです。でこれが、まあ、一番手っ取り早いのは日本人だっていうことですよね。 であとは日本のコネクションがあれば自分はそれ,をそれを使いますよと、えー、その窓口になれますよとツールになれますよコーディネートできますよっていうことだと思うんですけれども、まあ、貿易なんかもそうだと思いますね。日本人がやる場合は多分日本人が中国で貿易のビジネスをするんであれば中国とアメリカとか他の外国とかって、まあ、よほどのコネクションとかバックグラウンドがあれば別ですが普通の人は。 つまり現地の人はこいつ日本人だからということで日本関係の、えー、アイテムとか、えー、プロジェクトとかをオファーするはずですよねでそれが非常にまあ、えー、理にかなってるこれは日本料理屋もそうですよねなぜか日本料理日本人が経営してればおいしいだろうって思いますよね日本だってインド人が経営してるインド料理屋だったらもしかしたらその人素人かもしれないですよねもともとは。 にわかか仕込みででよ勉強ししたのかもしれないですよね実は日本人の奥さんが作ってるかもしれないですよね。というわけででも説得力はあるので、まあ、あのそれはセールスポイントになりやすいということで,で私も、まああのまあ、別にだからっていう理由じゃなくてもともとそうやりたかったからなんですがあとととはオファーが多かったっいうことです、まあ、自分を例にして何か参考になればと思い 思うので申し上げますけれどもえ自分が日本人ですからよくに中国の方っていうのはもうあの近くの日本人に何でも日本のことは聞くっていう習性っていうんでしょうか習慣っていうんでしょうか非常にこういうことが多いんですね例えば私は不動産業者でも何でもありませんでも中国にいてある中国人が日本の不動産に興味があるという場合まずまず聞きますね その方の知り合いの日本人が僕だけであるならばもしくは僕を知らん私のことを知らなかったとしても間に一人挟んで「あそれだったら俺知ってる日本人いるよ聞いてみようか」っていうことで <laughs> その知ってる日本人は不動産や業者でも何でもないのに聞いてみますよね。 でこれはやっぱり中国の特性ですつまり人のコネクションをものすごく大事にして重要視してむしろそっちを信用する信頼するホームページの広告はほとんどっていうか、えー、まずあんま半信半疑です見ててもなんでかっていうとやっぱりフェイクのものももも多いいっていうこともあると思いますあとは多すぎるあまりにも多くてどれがいいのかわからない。 これはあのネットショッピングなんか今もう多分な何億10億超えてるんじゃないでしょうかちょっと当てずっぽで申し訳ないですけどももう完全に奥の単位で、えー、いろんな店舗がしのぎを削って同じような商品を売ってるわけですね。でその広告通りのものが実際に配達されるかわからないし今はほとんど前払いですからリスクもあるということで。 でこういう習慣ってずっと前からあって、えー、私が中国に来た時から本当に一言日本に帰るなんてちょっと今度今度の休み日本に戻るんだなんて言おうものならじゃああれ買ってきてくれとかあれを見てきてくれとかこれ聞いてきてくれとか散々頼まれまれす本当にですから最初そういうことがわからなくてとっても戸惑いました最初の34年は。 で実際その通りに動いてあげてもなんかあのこのこれはあの、えー、まあ中国の方とのまあ習慣というか付き合いの話になるんでまた別の機会に申し上げますがまああ,のあんまり、えー、じゃあその通りにやって、えー、報われたかっていうとそういうこともあ結構少なかったりするんですけどまあ、いずれにせよオファーが日本関係のことが非常に多いというのは当たり前で実際にそうでした。で 僕の場合、私の場合は、えー、とまあ、えー、日本の権利関係ですね、まあ、こういう,うんと映像業界、えー、エンターテインメント業界におりますので中国側から日本の例えば脚本を買い付けしたいだとか、えー、日本の上映権権利、えー を買いたいたとか、まあ、あるいは制作関係で、えー、合作っていう言葉がありますがこれ日本語とと中国語語ちょっと意味が違います日本語だと合作っていうと映画の合作って、まあ、ちょっと投資が共同だったりとか、えー、一緒に作るっていうような意味ですけれども中国語の場合はもう少し意味が広いですね一緒に仕事をするっていう意味でよく使われます。ですから日日、まあ、日本本本人人とののあるいは日本の 企業組織とパートナービジネスパートナーを求めたいということでオファーがあったりとかでこれあのいわゆるビジネスでよくある、まあ、特に我々のような国と国をまたいで仕事をしている人間には非常に多い局面だと思うんですけどこれはマッチング。 えというまあコーディネートみたいな業務がありますねでこれはいろんな業界でも同じことがあり得ると思います、えー、どちらかまあ両方に精通両方の世界あるいは国、えー、あるいは両方の教会、えー、接点がないところに接点を作り、えー マッチさせるっていうような業務っていうのは多分どの業界でもあると思うんですがこのマッチングっていうのは非常に多いと思います。例えばこれから日本の企業の方が中国でえ何かやりたいっていう場合は絶対現地のパートナーが必要ですね。あのどれだけ食い込んだパートナーになるかは別として必ずーパートナーがなくてできるわけはないです。はいあの <coughs> まあ、全部 何でもかんでも全部自分で揃えてっていうこともできなくはないですがその場合は大きな資本がかかって時間がかかって人材が必要ですね現地で非常に動けるような人間がまあその時もそういう人たちを探さなければならないのでやっぱりマッチングは必要ですね、まあ、広い意味ではまあものでのマッチングもあると思うんですけれどもでこういうオファーが非常に多いですでこの場合やっぱり両方に精通している必要がありますよね でここがポイントだと思いますねやっぱりマッチングお互いがハッピーになるのが理想的だしそれが成功だと思うし特に私の場合はまあ成功報酬みたいな感じでやってたことが多いのでえこっちもあの真剣勝負ですよね。で時間もかかるしやっぱり国内で連絡を取り合うたとえコーディネートの業務でも国内で連絡を取り合うのとやはり海をまたいで。 えー、まあ外国という概念が陸続きということもありまと,という国もありますから、まあ、海を日本の場合は海をまたいで、ま、たいで,ですね国をまたいで、えー、連絡を取り合うとやっぱりいろんな習慣の違いとかあ、まあえー、いろんな要素がかみ合わさって時間がかかります、えー、例えば日本と中国だったら日本,、えー、日本と中国の,あの長い休みが違います。えー、春節であったりお盆と正月 日本が休みの時は中国は働いてて中国が休みの時は日本が働いててなんていうとどっちにしても待たなきゃいけないっていうことで時間も非常にかかるとあとはあの返答の仕方や態度などはやっぱり間に入る人間マッチングの間に入ってコーディネートする人間っていうのが調整する必要があると思いますね。そううししなななないいいととととやっぱり無無駄駄誤誤解解が生ままれるる思いますなぜ無駄な誤解と申し上げるかっていうと この誤解が生じなければうまくいったかもしれないケースっていうのがたくさんあるように思います。で、今まで私そういうのをたくさん見てきたように思います。あの自分の業界でもそうだし他の業界でもというわけでやはりマッチ、えー、海外で外国で何か業務をする場合マッチングというまああるいはコーディネーター のような、えー、何かと何かつなげるようなつなげて調整するような業務っていうのはどの業界でも多いと思いますけれども <laughs> そこで必要なのはやはり間に,間に入って両方を精通両方の文化習慣に精通してうまく調整することがちょっとまああの 曖昧な表現で具体的でなくて申し訳ないですけれども、えーまあ、できれば大体あのいろんなどの業界の方にも参考になればと思ってちょっとお話ししてるんでちょっと、あのー、具体性にかけて申し訳ないですがそのようによく私言うんですけれども単純に言葉の通訳だけではなくて文化の通訳ができるマッチングができるーコーディネートを コーディネーターのような方がいらっしゃると、えー、成功率というか、えー、うままくくいいい確率がが格段に上がるんじゃないかと思います今日は、えー、中国でのビジネスマッチングについてお話ししました。